あ、なんつうか、別に今のままでうまくいってるっつうか。そっか。なんだろう。事件かなんかか。追いかけてみっか。だから下がって下がって。すごい騒ぎだね。コンビニ強盗が女子店員を人質にとって立てこもってるんだってよ。え、見ろ、出てきたぞ。動くな、ナイフを捨てろ。女を離せ。うるせえ、下がれ。これあの女の人から僕買い物したことがある。あれはやばい目してるぜ。逆上したら絶対やるってめだな。そこの八島でもどけ。車に乗んだからよ。やばいよ、ジョウスケ君、下がって下がって。おら、そこの変な頭してるガキ。車から離れろって言ってるだろ。殺すぞボケ。もしかして嫌な予感。こんな状況で翔太郎さんにあれほど言われたのに。なんだあいつは。こら、止まれ。今てめえなんつった。なんだてめえ。近づくな、こいつがどうなってもいいのか。下がれ貴様。犯人が逆走したらどうするんだ。札も下がれって言ってんだろうが。頭きて、この女にナイフぶち込むことに決めたぜ。うわ、そうかい。どれ、体に穴が開いた。頭に来ただと、そいつは俺のセリフだ。なんともない。戻ってる、まただ。ああ、ミナイフが腹の中に。なんで。外科医に取り出してもらうんだな、刑務所病院で。確保、確保だ。どうなってた、これは。ジョステ君。おう、小石。大丈夫、今のは。なんだ、口を開けて何やってる。ところに俺の他にスタンド使いが嫌がるって。この男に取り付いて気分よく強盗してたのに、よくも邪魔してくれたな。こいつ、あの写真の。え、これからはおめえを見てることにするぜ。俺はいつだってどこからかおめえを見てるからな。なんだとこの野郎。このバカ、取り寄せろ。何考えてるんだお前。ちょっと待って。長太郎さんの言ってたことは本当だ。この町には何かがある。得体の知れない何かがあると感じる。この森王町に何か良くないことが。